はい、ゲロちゃんです。はい、今日はですね、今ね、やっとこのね、大体ね、新しく入ってきたね、車の大体のセッティングが、ね、今終わりましたということでね、今からね、少しね、ちょっとね、見ていただきたいと思います。はい、じゃあね、後ろの方から見ていきたいと思います。そうですね、まずこちらですね、こちら、まあ、いつもね、ガサガサ使っている網ですね。網をね、かけれるようにこのようにね、取り付けさせていただいております。これもね、前の、セレナの車にね、使っていた分になります。そしてあとはですね、こちらですね、こちら、このようにね、袋とかね、入れれるようにこのようにね、ゴムをね、つけております。これもね、この網のゴムも前のね、セレナについていたやつを取り外してこちらに取り付けております。そして両方ですね、両方にそのように取り付けてこちらにね、袋とかも入れております。そしてあとはこっちですね、こちらの下の方はね、全体的にこれ、釣りとかね、行くので汚れたらね、ちょっとね、困るので、ちょっとね、こういうビニール的なものですね、こういうものをね、引かせてもらっております。そして中はね、こんな感じですね。中はこういう感じで、これからね、釣りの道具とかもね、いろいろとちょっと工夫して入れていこうかと思っております。ということで、これは下でこうやって、そしてね、あ、こっちこっちこっち、はい、これ縄跳びですね。前のね、セレナにも積んでおりました。この縄跳びの紐、何に使うかと言いますと、この車にね、後ろこのようにね、座席を開けてるので取ったので、自転車ですね、自転車をね、乗せた時にこれをで、縛るためです。自転車をね、縛ってね、動かないようにね、するための縄跳びの紐になります。そしてがこちらですよ、この上ですね、こちら、こちらは釣りね、釣りの竿をかけれるようにしております。そしてこれはね、前セレナについていたんですけども、まあ、これいらなくなったカーテンレールですね。カーテンレールをね、使ってこのようにね、竿をねかけれるようにね、作っております。それ、こちら洗濯バサミ、洗濯バサミはね、この間ドンキホーテでこれ10個で108円で売っていたので購入してきました。そしてね、これでね、釣り竿をね、引っ掛けるような感じで作っております。そして前がこういう感じになっておりますね。はい、ここにね、可愛いものが釣っておりますけども、あと後ろはこういう感じですね。まあ、座席をね、戻したりつけたりもできますんで。そしてあ、こっちですね、これ扉ですね。扉ちょっと閉めますね。はい、こちらです、見えますか、じゃーん。はい、こちらですよ、見えますか。この間ね、だいぶ前ですね、だいぶ前にこの仮面を使った動画を上げさせていただきましたけども、その仮面をね、もう使用していないので、今回はこの後ろのね、リアのところのね、ガラスにね、貼り付きました。こういう感じでね、ちょっと貼り付けてやっております。そしてその横にですね、見えるかな、ここかな、見えるかな、そして見えますか、この辺りで、この辺り見えるかな、この辺りに携帯を工夫してね、見えますね、見えるかな、はい、この辺りちょっと見えるかな、携帯をね、工夫して自動的にカメラがね、作動するようにね、セットしております。だからね、ここいらなくなったスマホをね、今ここに取り付けて線をつなげて、センサーでね、反応すると録画転送ができるようになっております。これもね、今後ろに取り付けております。ということで、後ろはこういう感じですね。で、後ろはこういう感じです。はい、そしてね、この横ですね、右とこちらの左側にね、鏡をね、付けさせていただいております。この鏡も前のセレナについていた鏡を取り付けさせていただきました。なぜね、こちら左右にね、鏡を取り付けたのかと言いますと、ゲロチョンね、よくね、夜釣り行くので、夜釣り行った時ね、この後ろ扉開けてね、この辺りぐらい、真ん中辺りぐらいにね、ライトを置いて作業するので、そのライトがこの鏡に反射してね、お互いこの左からも反射して、部屋がこの辺りぐらいがね、明るくなるような感じでね、取り付けさせていただいております。ということでね、またね、釣りをね、行ってね、本当にね、明るくなるのかね、どうかね、試してみたいと思いますけども。そして他はですね、そしてこちら行きましょうか。あと何つけたかな、
あ、こちらですね、扇風機。これもね、あの前のセレナにね取り付けていた扇風機をね取り付けさせていただいております。まあ、こちらはね、後ろにね見えるかな、後ろにね、あのネジで見えるかな、見えるかな、後ろにね、あのネジでこのようにね取り付けております。だからいつでもねこのネジをね外せば扇風機もね外すことができます。ということでこのネジにね一応固定はしております。さあ、あとはもろもろこのようにね配線もさせていただいております。あとはこんな感じですね、前ですね、前、あ、そう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 、こちらですね、こちらのカーペットと前とね、こちらね、後ろと、そして向こうにもね両方ねつけております。このカーペットはね、あの前のセレナにね、あの乗っていたカーペットをね切って、あの使用させていただいております。これなぜ使用するかというとね、このようにね、あの汚れた足をね一旦ここでね拭けるように、あの取り付けております。拭いて上がっていくという感じでね、あのやっております。だからこれね汚れたらねすぐにね洗えるようにね、あのマジックテープ、ね、このようにマジックテープで取り付けておりますので、また洗ってね乾燥すれば取り付けることもできます。ということでこのようにねさせていただいております。さあ、あとは次こちらですね、はい、こちら前になりますけど、前のところこちらですね、こちらにね鏡をつけさせていただいております。まだねこちらね、あのこの鏡の前にねこのライトですね、ライトがね LED のライトをね、あの取り付けるように考えております。まだねいいライトをね見つけていないので、まだ取り付けておりませんけども、いずれねここで細いねライトをね取り付けたいと思います。そうすると夜にですねライトをつけると、この鏡に反射して一段とね、車内がね綺麗にね映るんじゃないかなと思っております。ということでまたね、こちらのライトもね購入したいと思います。でこの鏡はねもう簡単に取り外すことができてます。この取り付けてるだけです。この裏でね紐で取り付けてるだけでございます。ということでね、次こちらですね、鏡の後ろにあるこちらはですね、カメラです。こちらはですねカメラなどをね取り付けるための器具になります。それこれこちらもそうですね、こちらもね、ビデオカメラとかつけてね、あの車内からね外をね撮るっていう感じで、それこれをね、はい、こうやってね立ち上げることもできます。それこちらはですね、立ち上げるとこのようなねものをね取り付けてね、携帯ですね、携帯をね取り付けることができるようにね作っております。だから携帯ね取り付けない場合はここを寝かしてこのまましとけばいいし、それその状態でねこの今ね撮影してるビデオカメラをねここに取り付けることもできます。それこちらもねカメラを取り付けることもできますということでやっております。であとはないかな、あとはあこっちですね、見えますか、こちらですね、こちらこちら左側にね内側に向けてカメラをつけております。それこっちにもあるんですね、こっちにも見えますかカメラ、こっちにもカメラがあります。でこのカメラはね、センサー式で、自動的にね、録画転送をねするために取り付けております。そしてあとはねマイクロカメラですね、マイクロカメラをね室内何個かにね分けてね取り付けたいと思います。だからマイクロカメラと先ほど見ていただいた後ろとね前のねこのカメラとでね、センサー働くと自動的に転送録画してくれるね機械を取り付けていますので、あとはね転送録画ね、だからね前のねカメラとね後ろのカメラ、そして今から取り付けるマイクロカメラですね、まあ、そういうカメラはね自動的にセンサーが働くと自動的に転送してくれます。録画転送してくれるんですね。だからいざ何かあった時にねその録画転送してくれるので、またパソコンで取り入れて、そして、まあ、犯罪者が映っていれば、まあ、動画をね YouTube の動画にね上げさせていただきたいと思っております。もちろんモザイクはいたしませんということでね、犯罪防止のためにもねやっていろいろとやっております。だからね転送録画転送の機械がねちょっとお金かかったんですけどね、まあだいぶ前に買ったんで、それをねまた取り付けております。まあ取り付けているところはねちょっとね撮影はできないんですけども、まあとりあえずねこういう感じでねいろいろと取り付けてみました。
だから室内ねだいぶね椅子ね取ったので、ここのセンターの椅子とこっちのね右側の椅子を取ってあるのでだいぶ広くね使えるんじゃないかなと思います。このようにね簡単にねこの上がってねいろいろとねやっていけると思います。だからここもねちょっと整理すればね後ろから助手席にもね乗れるような感じにもなっております。でこういう感じでね荷物もねいつでもねいろいろと運べるように、そして熱釣りもねよく行くのでいろいろとねできるようにねしていってみたいと思っております。ということでね大体ねこういう感じでさせていただきました。はい、それとねこちらですね、こちらこの下このね前のボンネットの下にねこちらのカメラをね取り付けるためにセットをさせていただきました。こちらはですねだいぶ前にもね動画上げたりしておりますけども低い位置からね撮影ができるようにこのようにですね低い位置から撮影がねできるように取り付けさせていただきました。前のセレナでもね取り付けさせていただいていたので今回もねこちらで取り付けさせていただいております。ということでねまたねこちらでねカメラで撮影したね動画もねバンバンねどんどんね上げていきたいと思っております。